基本的にいい絵を描きたいっていう思いがすごく強くて、多分絵が僕は好きなんですけど、そのためにこう彫刻をやったりで、彫刻をやったことでいろんな素材を結構自由に扱えるようになってきてて、でもそれは将来的に全部絵に還元するっていうか戻すようなイメージはあります。であと素材を選ぶときはすごく直感的に選んでて、その素材を見た本当に瞬間に使えるか使えないかはジャッジするけど、それは直感としか言えない。道具として手がすごく使いやすいので、あの指で描いたりしてて、もしまあ指よりいい道具があればいつでもそちらを使います。ファブリックの作品はその北京のレッドブリックから始めてる仕事で、まあ僕の中でも新しい方の仕事なんですけど、まずいいところはすごくちっちゃく梱包できる、くるくる巻いてそれで大きくもできるし、ちっちゃいのも使えるし、あとは例えば今回はフランスの布を使ってますけど、世界中の布で作れる、それがすごくなんていうか絵より自由な感じで、絵と彫刻の間っていうか、ちょっと自分でもまだ判断つかないですけど、絵か彫刻か分かんないまま作ってる感じですかね。はい、その石を削るわけじゃなくて、まず石を見つけて組み合わせてイメージができたところで絵を描くので、石の作品も彫刻か絵かよくわからないくてやってる感じ、それがまあ布の作品と石の作品は共通してて、でわからないことは面白いので最近よく作ってます。ファブリックのその作品は例えばメキシコだったらメキシコのを使って作ったんですけど、やっぱりその国によって編み方とかそのやっぱり生活に根ざしてるから、なぜそういう編み方をするかっていうのは結構違う、まあ、フランスとメキシコは全然もちろん作り方は違うし、布の用途も違うと思います。ただ詳しく調べるんじゃなくて、僕はあくまでもそのマテリアルとして作品にするっていうことが重要なので、さっき言ったみたいにもうすごく直感的に選んでる、だから研究は特にしてないけど違いは分かってます。僕は趣味がいっぱいあるんですけど、まあ、プラモデル、プラスチックモデルを作るのも好きで、ある時にそのプラスチックモデルを家で作ってたら、でただ作ろうと思って楽しみで作ろうと思って作ってみようと思ったんだけど、やっぱりちょっと直感的に作品に使えるってこうすごくなんか辻褄があって、で彫刻と組み合わせるビジョンも一気にできたので、すぐ作品にしてみたんですけど、それがまず新しい彫刻のプラスチックモデルと組み合わさってる作品ですね。で、題名がついてる作品は、今回出してるのはオーロラっていうタイトルがついてるんですけど、オーロラっていうのは古いアメリカのプラスチックモデルのメーカーの名前なんですけど、その古い動物のプラモデルは箱もすごく素晴らしくて、すごくいいデザインがすごくいいんですよ。なので箱のイメージで作ってるので、プラモデルメーカーの名前も入ってて、それがそのまま題名になってるっていう作品です。あとはまあドローイングじゃなくて、リトグラフを使ってるマテリアルとして、それにさらに僕がドローイングしてる、いろんなあと布も使ってるのでいろんな良さが混ざってるんですけど、まあ動物の絵とか抽象的な絵とか前は描いたりもしてたんだけど、僕自身が一番その人の形を入れた絵がモチベーションが高いことに気がついて、それからその人の形を使っています。基本的に見る人がいろんなことを考えられるように作ってるので、足があるかないかは見る人が決めてくれればいいと思いますけど